の頃二人のアパートは裸電球眩しくて貨物列車が通ると揺れた二人見合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけどお酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずにキャベツばかりをかじめた。そんな暮らしがおかしくてあなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで悲しいことだと知りました。濡れている屋台にあなた